それでは最後の、3分の1ということで、高速解析技術により開かれる視界と、高速シーケンシングも含めて、今までですね、見えそうで見えなかったことが、例えば DGG とか TRFLP ですと、このピークっていうような感じでしか見えなかったと、それがまた違う解像度で見えてくるような時代になってきて、それを、どう使っていくかっていうような話を、中心にして、あとですね、高速シークエンシング法はいいとして、高速 DNA チュースとあと、群衆構造高速プロファイリング、この2つは、ちょっと付け足しでみたいなお話なんですけど、その辺の、お話をさせていただきたいなと思います。で、高速シークエンシング法、いろんな高速シークエンサーがありますけども、この分野で使いやすいのはロッシュの454シリーズのものなのかと思います。長く読めるというのが大事ですので、で200から500ぐらい読んでくれれば、いいと。で、1回読みますと交渉では100万本かける400ベースピア程度を読むことができると。で、バーコード配列を使って、区別をしますと、1回読んで、複数のサンプルをこう区別することができると。バーコードにした配列まで合わせていっぺんに読まれますの で、このバーコードがついている塩基配列はきっとこのサンプルに由来するんだろうと、そうやってその、バーコードをつけて、サンプル大元のサンプルとこう関連付けて、作業していくと、そうするしますとこの100万本1回で100万本読めるっていうのをですね、いくつものサンプルで合わせて読むことができると。で、これざっくり500っていう数字書いてますけども、例えば500資料を1回で分析すると、バーコードで分けるというのと、それからこのプレート上の位置で分けるっていうのと両方併用しますと500資料ぐらいいっぺんに理屈の上では分析できるだろう。で、仮に500でやるとしても、1資料あたり2000本のリードが得られて、で、TRFLP 法や DGG 法と比べますと、マイナーな群衆を捉える能力は、多分、そこそこ同じぐらいなんじゃないか。で、それよりもですね、強いところとしては同定までいっぺんにできてしまうっていうのは、これはもう圧倒的な強さだと、いうところなんですが、そこで問題悩ましいのがデータの解析をどうするか、高速シーク計算のでこう出てきたですね、テキストデータ、ファスタ形式のデータをこうどうやってこう料理していくかっていうところはなかなか大変ではあります。で、ネット上ではですね、リボソーマルデータベースプロジェクトっていうのがありまして、ミシガン州立大ですね。で、そこにパイロシークエンシングパイプラインっていうのがあるので、これを使いますとある程度のことはできます。さっき そのバーコードに従ってサンプルをこう分けていく、それから、似たような配列同士でこう分けていく、でクラスターを作っていく、それからこのシークエンスはどの種類の微生物でしょうとかいうふうな同定をするといったようなことをやってくれます。やってはくれるけれども、なかなかですね、そうやって出てきたデータを見ても、例えば同定をしてくれると、で10万個のリードを、例えば10万個のリードを、このサービスで解析してもらって、で結果が出てきて、でそれを今度整理しないとわけが分かんないんですよね。10万個分種類が同定してあったところでそれだけですから、なかなか見てもよく分かんない。で、それからネットにつながってる時にじゃないとなかなかできないっていうか、いちいちデータを送ったりしなきゃいけないっていうのが、ちょっとこれも煩わしいところではあります。それからですね、この辺の機能を全く同じ機能を実装してるっていうわけじゃないみたいなんですけども、パソコン
あの Mac かまたは Linux 上でというか、まあ、Linux 上で走るっていうといいのかな、あのであのデータ解析をするようなソフトウェアがあのコロラド大学の方で作られていまして、このチャイムって読むんだそうですが、あのこれを使いますと例えばあのこれにはインストールしてあります。で、これにシークエンスのデータを放り込みますと、ざっとあのそのバーコードで区別するところから、何からやってくれると。これが RDP のホームページ、それからこれがチャイムのホームページですね。でどう解析していくのかもうちょっと詳しく見ていきます。で、PCR 反応をするときに、バーコード付きのユニバーサルプライマーを使ってやる。バーコードだけじゃなくてアダプターっていうのを付けるというのを最近私もよく知らなかったので、あの大島先生に教えてもらって、アダプターとバーコードと両方付いたプライマーを作って、それで、今回今まさにやってるところなんですが、それから、シークエンシングをする。で、シークエンスのデータが返ってくる。それを、まあ、振り分けをします、まあ、チャイムでも振り分けをしてくる。で、チャイムでやる解析をしますとですね、ちょっと今このスライドの上ではカッコ1とカッコ2としか書いてないんですけど、まだカッコ3カッコ4とかいうふうにあります。で、いくつかのファイルができてきます。で、一つ目のファイルはあの OTU のデータ。 OTU っていうのはオペレーショナルタクソノミックユニットの略でして、まあ、あの一応形式的に作った種の単位だと。普通にこう調べますとですね、アンノースピーシーズばっかりなんですよね。で、アルファプロテオバクテリアでもアンノースピーシーズだし、ベータプロテオバクテリアでもアンノースピーシーズだし、なんかそんなあのみんな一緒くたにしてアンノースピーシーズだっていうふうに言われても困るので、形式的にでも似たもの同士でこう寄り集めて、それで、まあ形式的な種を作ると。で、例えばこれですと0番の OTU にはサンプル A からの1番目のリードが対応しますよと。それから1番の、OTU1 番っていう種類に対応するのは、B の3とか B 資料サンプル B に由来する3番4番5番のリードである。それから C の234っていうのも、まあ、この例ですと1番に対応する、なんていうふうな感じの結果がこの OTU データに入っています。それから当然これとはまた別にこの A の1のシークエンスデータがどういうふうなものですよ、どういうシークエンスですよっていうのはこの振り分けをした後の段階で出来上がっています。それからですね、こうやって OTU を作ってありますと、もともと例えば10万個とかあるリードを、まあ、やりようにもよりますしサンプルにもよるんでしょうけども、まあ、数千個にまで数千種類にまでこう小さくすることができると。でそれぞれの OTU に対して、代表をもう適当に決めてやります。で、例えば0番の OTU の代表は A の1、まあ、これ1個しかないから0番については明らかですね。で1番の場合は6種類が上がって6個のリードが上がってますが、例えば B の5を代表として選んでやります。選んで、その代表を選ぶアルゴリズムっていうのも、まあ、あるもちろんあるんですけども、で2番3番と同じ OTU を決めていきます。の OTU の代表を決めていきます。でそれぞれどの種類にの、まあ、その分類学上どの種類になるだろうっていうのを推定することはできます。でそれがこうやってこうリストされます。まあそうしますと、この例えば OTU の1っていうのはこの B5 はよくわかんない Y っていう種類だというふうになってますが、そうするときっと、B3、B4、B5、C2、C3、C4 みんなこの Y、ジーナス Y に近いやつだろう。
それからこれ各 OTU の代表の、シークエンスデータのファイルを作っておいてあります。でこの代表についてのシークエンスデータをと、それからですねこれをさらにアラインメントをかけまして、比べやすいようにしてあります。で比べやすいようにした後ですね、今度はその相当性を調べてそれで樹形図を書くと。でこの辺の作業がこのチャイムを使いますといっぺんにやってもらえると、非常にいいプログラムであります。1回のシークエンスで100万本っていうのは僕までやったことがないんですけども、30万本とか40万本とかぐらいのリードを放り込んで、これだけの作業がだいたいこれで1時間半か2時間ぐらいですかね、できます。で、それでもまだやっぱりかなり生データに近いようなものでしかないので、もう少し見やすくしてやりたいと。で、その作業を行うにあたって、各私はこういうふうにやってますっていうことしか説明できないんですけども、僕自身はですね、パールとかあるいはなんていうんですか、いわゆる普通のデータベースですね、SQL を使ってやるようなデータベースというのはどうも使うことができないので、それだけの知識がないんですよね。でその代わりずっとこの十数年ファイルメーカーっていう汎用のソフトウェアですね、オフィスでも使うことができるし、趣味でちょっとこうなんか蔵書の整理をするとか、そんなふうなにも使うことができる。で結構強力、は強力なデータベースかなと私は思ってるんですけども、でもデータを実際になんかどうこうするっていうのはスピードはそう速くはないかもしれないですが、データを整理するのには使いやすいし、そのデータを使うそのデータベース構造を作るのも比較的やりやすいのでずっと使ってます。でさっきのこういう一連の、こういうやつとかですね、この1番2番3番とかOTU の番号でもってこう、あるいはリード番号でもってこうリレーショナルデータベースを作っていけばいい。これリード番号って書いてありますが OTU 番号を使ってですね、 OTU の番号を、各ファイルからこの例えば1番の OTU に関しては、B3、B4、B5 こういうリードが対応する。それから、1番の OTU に関しては、属性としては種の属性としては Genus Y が対応する、それからシークエンスは、B5 のこの ATTGAA というのはこう対応すると、いったようなことを抜き出してそれでリレーショナルデータベースを作る、リレーションを作ってやれば統合的にデータを扱うことができるだろう、それからそれは理論の話で、それからさらにですね、各 OTU に属するリードの数を知りたい、しかも各 OTU に属するっていうだけじゃなくて、資料ごとでその OTU に対応するリードの数を知りたい。例えばこの例ですと、1番の OTU には全部で6個のリードが対応している、そのうちの3つはサンプル B に由来するもので、3つはサンプル C に由来するものであると、そういうふうな見方をしたいわけですよね。そのカウントをどうやってやるか、それからもともと出てくる書き出されるデータというのはこの OTU の機械的に作られた順番整備番号でこうずらっと並べられちゃってて、でもできればこの樹形図と同じ並べ方、つまりこれですと0312っていうふうに並んでますが、その順番に並べ替えてくれるといろいろ比べやすいのになと思ったりします。
で、そういう作業っていうのは多分いろんなやり方でできるんだと思いますが、まあ、私は自分でそのファイルメーカーっていうのを使ってプログラムを作りましたというだけなんですけども。で、でここでちょっとですね、アルゴリズムの話をいたしますが、各 OTU に属するリードの数をどうやって資料ごとに数えるかと。で、普通にリレーショナルデータベースの考え方でやるとこうなりますっていうのはですね、まずこれを1次元になるように OTU サンプルナンバー、それからリードのナンバーというふうに1次元的にこう展開してやる。で、それからこれとはまた別に、サンプル A の OTU0 番に属するもの、サンプル A の OTU1 番、1番目の種、サンプル A の2番目の種、サンプル A の3番目の種、B についても同様ですね。 B についても0番から3番の種それぞれ、こういう表を作ってやる。で、例えば A の2についサンプル A ので、OTU2 に属する、リードの数はいくつありましたかっていうのを数えてやる。で、まあ、普通にリレーショナルデータベースの考え方でやりますとこんな風になってですね、で例えば B1 に対応するのはこの3つだからっていうので、その3っていう数字を数え上げると。でそうするとこの形式のデータをこういうふうに作り直す、それからさらにこっちのこういう形の表も作る、まあ、その2つの作業が必要になるのと、それからもう1つですね、まあ、数え上げたはいいけども、じゃあそれを一覧表にするときにこう横長の表でも使いにくいですよね。どうやってこう、まあ、イメージとしてはエクセルみたいにですね、でこう縦の方に、いろんな種類のが並んでて、横の方にこうその元々のサンプルの順番並んでると、まあ、そんな風な感じになってくれるといいのに、どうもそうはならない。どうやったら見やすくできるだろう。で、私が、まあ、ファイルメーカーやってて発見したある方法なんですが、ファイルメーカーっていうのは変な機能をちょっと持ってまして、これリレーショナルデータベースでありながら、もともとはカード型のデータベース、1枚、まあ、カード型のデータベースっていうんですかね、リレーションを使ってないデータベースからもともとは開発されてまして、でその頃のきっと名残なんだと思うんですが、1枚 の、 そのデータシートの中にこう繰り返しフィールドっていって、複数のデータを突っ込んでおくことができるような機能が残ってるんですよ。で、まあ、リレーショナルデータベースとしてはなんか非常に奇妙な機能なんですが、でそれを使いますとこんな計算ができます。パターンカウントっていう関数がありまして、でその中にこの繰り返しのフィールドとして A、B、C っていうのを入れといてやります。でそうすると、まずは A を調べ、 A の数をそれぞれの OTU に対して調べてくれる。でそれからその時に B の数を OTU、各 OTU から調べ上げてくれると、まあ、そんな感じでですね、計算結果もなんかこういうベクトルっぽく、まあ計算してくれると、まあ、そういうようなことで、これ一つの関数を使うだけで OTU の各 OTU の各サンプルに対応するカウントをやってくれると。で、まあ、非常に便利な機能だということで、使って、まあ、なんかできたぞっていうので、ある程度出来上がったところ ですね、勝手に名前を考えて、オペレーショナルタクソノミックユニットマネジメント&マイニングというのでおつまみと、まあ、なんか無理やりな名前をつけたんですが、まあ、ファイルメーカー社って変な名前のソフト作ってますよね。知ってる人は知ってるかと思うんですが、弁当っていう名前のソフトウェアを作っててですね、どうも欧米の人は日本人の作るお弁当のちまちまといろんな細々したものが入ってるのが
どうも好きみたいで、それとこうデータベースとの考え方となんかまあ、似てるなというふうに思ったんですかね。伝統っていうのを作って売ってるんですが、まあちょっと酒の魚っぽい名前にしてみましたと。で、まあそういうのを作って、あ、そうで、こんな感じで動きますよっていうのを、ちょっとこの画面ですと見にくいかもしれないんですが、まあ縦にこう OTU、 いろんな OTU がありまして、それから、それぞれの OTU に対応する、あ、それからこれがですね、いろんなサンプルの名前ですね。ここには30個ぐらいかな、サンプルがこう横にずらっと並んでます。で、これをですね、どういうふうになってるのかな。で、このすでにもう元々の OTU の整理番号じゃなくて、計算で出てきた樹形図の順番で並べ替えてあります。だからこの辺に TM7 っていうのがいっぱいあるんですが、この辺はそのでっかい、うんとでっかい樹形図の中の TM7 っていうのがこの辺に出てきてるという領域を見てます。これずっと見ていきますと、まだまだ5000行ぐらいあるんですけども、で、まあ、こうスクロールダウンをしていきますと、あるところではこういろんなサンプルから共通して見つかっている微生物が、まあ、パッと見た目で分かると。まあ、何なんですかね、ほとんど字は読めませんけども、まあ、文字を拡大すれば当然読めますが、今も言いましたね、この辺のも割と似たような系統のが2ついっぺんに出てきてますけども、まあ実際にきっとそうなのかなと思います。これがね、1つのサンプルでしか見つかってないっていうんだと結構怪しいのかなっていう、たまたまなんかコンタミしちゃったのかなとかいうふうな気になったりするんですけども、複数のサンプルで共通して出てきてるっていうのは、それなりにきっと信憑性が高いと思っていいんじゃないのかなと、思ってはいるんですけども。で、この色合いでですね、薄い黄色は少ない、灰色はいない、薄い黄色は少ない、でだんだん色が濃くなっていくに従って、存在量が、見つかった存在量が増えていくと、まあ、そういう見せ方になっています。まあ、こう論文にするときにこれどういうふうに論文にすればいいのかっていうのはまた問題なんですけども、まあ、ともかくざっと様子をつかむのには便利なものができたかなと。で、解析、そのチャイムを使って、まあ、2時間ぐらい解析をして、で出てきたやつをこっちに取り込むのに、まあ、そこがまたやっぱり1時間ぐらい時間かかっちゃいますね。まあ、ずっとこっちで作業する必要はないんだけども待たされます。その間ご飯食べに行くとかしてればいいんですけれども、まあ、これなんか左側のこの辺、この左側の3つはオキシデーションディッチっていうちょっとちっちゃめの下水処理場、ちっちゃめの下水処理場でよく使われる処理プロセス でして、それからこの辺は大きい下水処理場、この辺はあんまりかな、この辺りは大きい下水処理場です。でどうやらちっちゃい下水処理場だとあんまりいない、で大きい処理場にはそれなりの量がいるみたいだとか、そんな風な見方ができる。それからこれなんかはどの下水処理場でも、そこそこ薄く広く分布している、本当かなっていう気もするんですけれども、まあ、この結果だけ見ますと一応そういうふうに言えるんじゃないかと。まあ、あとここから自分が興味がある領域、この辺の種類のやつらをこう選び出しましてですね、
で部分樹形図、部分的な樹形図を書くとかいったような機能も、一応実装させています。それから例えばファミリーレベルとかですね、あとオーダーレベルとかいったようにこういろんな分類レベルでこういうのを書き出すと、それからこれをExcelなんかに持っていけるように加工すると、エクスポートするといったような機能も一応、作ってます。で、まあ、もうすぐ外に出してもいいレベルかなと思ってるんですけども、今朝からお昼頃にかけてですね、ちょっとデモで見せようかなと思っていろいろやってましたら、どうもなんかまだバグが残ってるみたいだということに気がついて、ちょっと、まあ、なかなかこういうのは難しいですね。作っても作ってもバグが抜けきらないっていうのは、まあ、その辺が自前で作るのは難しいところかなと思いますが、こうやって見てすぐに何か分かるっていうものでもまたないところもあるんですけれども、まあ、今までよりもずっと詳しく種類の構成なんかも見ることができるようになってますし、何よりも今までだとこうバンドでしか見えなかったものが、このアプローチであれば種類まで分かって、それをこう論文にこの種類のが増えましたとか、そういうふうな書き方ができると、その辺一番いいですね。この種類の微生物がいました。そして使い方によってはきっとですね、この種類の微生物は例えば pH を上げたら消えましたとか、もっと増えましたとか、あるいは餌の中の組成を変えてみたら何が起きましたとか、そういうふうな記述の仕方にすぐつながりやすいですから、それぞれの微生物の機能と、その指向性と結びつけて議論するっていうことが非常にやりやすくなっていくであろうと、そういう意味でものすごく期待ができるのではないかなというふうに思います。この高速シーケンス、データの扱うところが、まあ、大変だとはいえ、まあ、それなりになんとかなるんじゃないのかなという目処が立ったと。まあ、僕が日曜大学的に作ったものではありますので、どれだけソフトなのかよく分かんないんですけども、まあさっき言ったそのファイルメーカーでちょっとこういうデータの解析ができるっていうのは多分他のデータベースには意外とないと思うんですよね。データベースで配列をフィールドの中に受け付けてくれるようなやつっていうのがあるんですかね。配列を入れるんだったらむしろそれはリレーションを作って別なテーブルで扱えっていう風な話にきっとなるんじゃないのかなと思うんですけどね。リレーショナルデータベースの元々の考え方、まあ、そうじゃない変なところの機能をたまたま使えたっていうのは良、まあ、かったかなと。で、まあ、いろいろできるだろうっていうふうな話とですね、で、まあ、シークエンス、高速シークエンスをして、データを解析するところも、まあ、2時間とか3時間とかそんなふうなオーダーのことを申しましたが、まあ、高速シーケンスするのもね、それなりに時間がかかって、自分でやるわけじゃなくて外にお願いするっていうこともありますし、その辺できっと、まあ、最低でも1週間ですか、分かんないですけど、まあ、数週間見といた方がいいと思いますが、まあ、そういう意味で、まあ、高速シーケンスと言いながら早いか、トータルとして早いかというと、まあ、そうじゃないところもあるのかもしれないですけど、まあ、でもだんだんそれも早くなっていくだろうと。で、それからですね、今度この高速 DNA 抽出 PCR、 これやってることってものすごいローテクです。まあ、普通 DNA の抽出っていうのはなかなか面倒な、抽出するだけじゃなくて生成もかますんですよね。で結構時間がかかる、サンプルの数が増えてくると大変な作業だったりするかと思いますが、うちはですね、どうせ活性オデっていうのは微生物の塊みたいなもんなんだから、DNA はいっぱいあるだろうと。で阻害 PCR 反応を阻害するものもいっぱいあるのかもしれないけども、 PCR 反応っていうのは指数関数的に産物を増やしていくんだから、
その阻害物質は希釈して薄めて影響をほとんどなくしてしまって、その代わり PCR 反応のサイクル数を増やしたらどうだろうっていう、まあ、大元の発想でありまして、で、その活性汚泥を超音波破砕をするだけ、30秒ぐらい超音波破砕をかけます。でその後、いろいろ、まあ、いろんな段階に濃度に希釈してあります。で胃型の DNA 濃度、この図です と、30ピコグラムパーマイクロリッターからさらに 0.3 ぐらいまで、まあ、それぐらいに段階的に希釈をしまして、それで25サイクル、30サイクル、35サイクルと PCR をかけてやった。生成はしていません。だから超音波破砕して希釈しただけです。で、そうしますと、やっぱり濃度が高いと、希釈があんまりしてないと PCR 反応の産物ができてこない。で薄めてやると、テンプレートを薄めてやると、たくさんできるようになった。一番よくできたのはテンプレートがですね、1ピコグラムパーマイクロリットルぐらいで、30サイクルぐらいやった時っていうのが、まあ、一番いいかな。PCR 反応のサイクル数を増やすと、なんかですね、変な副生物がたくさんできてくることもあるんじゃないかと、反応副産物みたいな、キメラみたいなものができてくる可能性も高いんじゃないか、あるいは PCR 反応がかかる効率っていうのは、それぞれですね、種類ごとに多少こう効率に違いがあるから、そういう影響がどんどん増幅されてしまうんじゃないかと、まあ、いろいろなことを学生とディスカッションをしてて言ってたんですけども、まあ微妙な増幅効率の違いっていうのは無視してもいいんじゃないかな。増幅効率の違いが例えば 1% あったって、30サイクルやってどれくらい違いが出てくるかっていうと、せいぜい 30% ぐらいしか違わないですよね。だから、まあ微妙な増幅効率の違いというのは、まあ無視してもいいだろうと。いや、その辺はサイエンティストよりはエンジニアの方が大胆な発想ができるのかもしれないですね。私は元はエンジニアなので、なんかできりゃいいじゃないか、半分土方みたいなセンスがあったりするので。で、あとそのキメラみたいな問題っていうのがですね、最近しっかり検討をしまして、これ、いろんなテンプレートの濃度で、それから20サイクル、25サイクル、30サイクル PCR 反応をやりましたと。でその産物をアジレント2100っていうやつで電経度を取りました。全部同じサンプルです。全部同じサンプルですが、赤いピークと黄色いピークの高さが逆転しているのがあるのはお分かりになりますよね。1000ピコグラムパーマイクロリットルでのテンプレートの濃度で20サイクルやった時には、赤色の方が大きい。これが普通よくやる PCR 反応の条件なんじゃないかと思います。1ナノグラムパーマイクロリッターの天日型濃度で、まあ、大体20サイクルぐらいの PCR でとどめておく。で、まあ、あれを基準として考えてですね、で同じテンプレートの濃度で25サイクル、30サイクルって増やしていくと、この黄色の方が増えちゃうんですよね、おかしなことに。それに対してテンプレートの濃度を低くしてですね、3ピコグラムパーマイクロリットルにして、それで30サイクル やると実は20サイクルで1000ピコグラムパーマイクロリッターの時とあんまり変わらないぐらいの形です。だからむしろ何ですかね、その PCR 反応で変な産物ができてくる危険っていうのは、おそらく、いや、まあこれは私の憶測なところが大きいんですけれども、PCR 反応でこう十分に産物ができてきて、それ以後も無駄に PCR 反応をやっていると変なものができてくる
ような印象を持ってます。でまあうちはあの大体この辺の10ピコグラム、まあ、1から10ピコグラムパーマイクロリッターにテンプレートの濃度をあの調整しておいて30サイクル、これあの PCR 反応液の中ですので、あ最後に PCR 反応液にサンプルを混ぜるときに10倍希釈されます。でその10倍され希釈された後の濃度で、この濃度だと、まあ、それであのやるっていうのを、まあ、今基本としてやってます。まあこれでやりますといずれにしてもその超音波破砕を30秒ぐらいして希釈するだけですから、まあ1サンプルあたり2分ぐらいあればあのテンプレートの調整が終わると、まあ、非常に早くて、かつあのそのピペッティングがほとんど必要ないのでサンプルを間違う危険も非常に小さい、たくさんサンプルを扱うのには非常にいいやり方なんじゃないかと。まあいろいろ他にですね、本当にこれでちゃんと DNA が抽出できているかどうかとかいろいろなことは言われるんですけども、まあ比べるっていう目的であればこう、ね、たくさんの例えば時系列的に取ったサンプルの微生物群集構造の変化をこうざーっと 横に並べて比べるっていうふうな目的であれば、まあ、こういう方法でいいんじゃないかなという気はします。あの再現性もそこからのかなりいいので、でこの辺の方法を組み合わせるとまあうんいろいろできるかなと。まあ、あのいい面とあのなかなかまだ足りない面とあったりはするんですけど、高速シーケンス、高速に DNA 抽出をして PCR をして高速シーケンス、まあ高速とはいえ最短でも数日っていうのは相当あの楽観的な見方で、もう少し実際にはこうサンプルの やり取りとかなんかでかかるかなと思いますが、で、まあ、これでいきたい。でまあ、1回のランで1回の高速シーケンシングのランで数十サンプルは分析したいから、そうすると多分いろんな下水処理場とうまく契約をしておいてですね、定期的にこうサンプルがどんどん送られてくるような体制を作っとかないと、なかなかあの1回で1個だけサンプルを分析するとかっていうのは向かないので、だからサンプルの集め方をうまく工夫してやるときっと良くなるのかなと、いうようなことを思ったりします。でまあこういうあの高速 DNA 抽出高速シーケンシングをすると、今までよりもいろいろ分かってくるだろう、運転条件なんかね比べたとか、あの比較したあの変更した時に群集構造がどう変わるか、そういうことがよりはっきり捉えられるんじゃないか、まあ、あのこのあたりのことが今までできそうで、でもなかなかはっきりさせるのが大変だった、 でもそれがあのこの技術によって、まあ、特に高速シーケンシングによってですね、あのはっきり分かってくるようになりますから、それはあのものすごく明るいというか、まあ、あの先この先の展望を開くことにきっとなるだろうと思っております。それからもう一つ高速な技術、その高速技術で最初 3つあの例を挙げてて、後ろの2つは、まあ、ちょっと変な話なんですがと言いましたが、その後ろの2つのうちのもう一つですね、それに関連する話をしていきたいと思います。で、さっきですね、活性汚泥の抽出物を加えてあの活性汚泥をさらに培養を続けると群集構造がものすごく変わりますというようなお話をしましたが、じゃあその活性汚泥抽出物の中のどの成分がその群集構造の変化を引き起こしたかっていうことを調べたい。でそうしますと、まあ、普通に考えるのは分核をしますよね。例えば液クロなんかでですね、あの疎水性、あ浸水性からこう疎水性までこうあのまあ、分けまして、でそれぞれの分核を回収して、でその成分をその活性汚泥にそれぞれ培養して、
添加して培養をする。そうしますと、じゃあ今なかなかどんどん数が増えてきた話で、これいくつの分割に分けるかっていう話と、それから活性オーデを使った実験っていうのは1回1つだけでやっても実は誤差が大きいことがあったりしまして、できれば N イコール2か3ぐらい、できれば3つ N イコール3ぐらいでやりたい。そんなことを言ってますと、例えば20の分割にして N イコール3でやりますと、それだけで60個のサンプルを分析しなきゃいけない。まあ、結構大変は大変です。でこれをですね、そういうふうな実験をたくさんやると、活性オーデ、その活性オーデ抽出物もこの下水処理場の活性オーデから抽出したもの、東京都の下水処理場から抽出したもの、手賀沼の下水処理場から抽出したものとかいって、こういろいろやってきますとですね、あっという間にサンプルの数が増えていく。でそれをいちいち高速シーケンシングに全部かけるかっていうと、まあそんなことはないですよね。だいたい分割した時点で、多分その分割したもののほとんどは特にその影響を与える成分っていうのはなくって、ごく一部にだけ影響を与える成分が出て入ってるだろうというふうに見た方がまあいいでしょう。じゃあどの分割に目的成分がきっとあるのか、それを検出したい。それも PCR とかこうシークエンシング以外の方法で、別な方法で簡単に検出したい。顕微鏡を覗いてもなかなか分かんないですね。顕微鏡を覗いてて形が変わってくれたら分かりやすいんですけども、なかなか分からない。もうちょっと見やすい、見やすいっていうか簡単に、比べられる方法がないか。で、今考えている方法がですね、考えているというか今期待している方法がこれです。マルチトフマスを使う方法、マトリックス遅延レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析系、そういうものがございまして、実験室にですね、高さがこれ 2.4 メートルぐらいで、ほとんど真空のチューブですね。真空のチューブです。でその真空のチューブの中にの一番下にですね、金属のプレートを置きます。その金属のプレートの上にはサンプルを、マトリックスというその成分をイオン化するための補助剤みたいなものです。マトリックスと一緒に、乗っけておきます。で、それをこの機械の中に入れまして、上からレーザーを当てます。でそうするとサンプルの中の成分がイオン化されます。イオン化されて飛びます。でそこに電解をかけまして、上の方まで飛ばします。でこの飛んでる時間、飛んでですね、ここにたどり着くまでに何秒かかったかっていうのを計算、調べますと、重いイオンほどゆっくりしか飛びませんから時間がかかると。で飛ぶのにかかった時間でもって、質量分析をすることができる、まあ、そんな機械です。でいいところがですね、これがその金属の板プレートっていうふうに言ってますが、その上にサンプルを乗っけるんですけども、組成性の資料で構わない。でそれもいっぱいスポットすることができる。1枚の板の上に、356穴のプレートってありますよね。あれと同じ感覚でサンプルを置くところがありまして、だから1枚のプレートに300いくつまでサンプルを乗っけることができる。いっぺんにそんだけ分析することができる。で LC マスとか GC マスとかと比べて、サンプルをここに乗っけるだけですから、クロマトにかける時間もいらないし非常に簡単です。で、ともかくその手法を使ってですね、簡単に汚いサンプル、組成性のサンプルでいいって、もう分析できるっていう、その利点を最大限に生かそうということで、考えたフローがこれでして、飼料からエタノールを使いまして、成分を抽出する。でそれを直接マルディトフマスで分析する。で
その活性オデを遠心分離して上澄みを捨ててエタノールを入れてよく混ぜて、で微生物をまた遠心分離で沈ませて上澄みをさっきのプレートに乗っけると。であと、マトリックスの試薬も乗っけてやると。で、マルジットフマスで分析する。30サンプルぐらいをですね3時間かからないで分析できます。まあ、さっき言ってた60サンプルでも工夫次第でおそらく3時間ぐらいできっと分析できるようになるんじゃないかと思いますが、で、やった実験活性オデの、培養開始から約2ヶ月間の資料ですね、こうざーっと分析していきます。で、まあ、こうナムのスペクトルが得られる。いっぱいピークがありすぎてなかなかどう整理していいんだか分かんないんですが、まあ、検出されているものはエタノールで抽出できたということから、まあ、いろんな脂質が出てるんだろうな、COC の成分ですよね。まあ、それぐらいしか分からない。で、一つ一つのピークの物質を同定しようなんていう気もこっちにはさらさら今のところはないので、興味はあるんですけども同定はなかなか敷居が高いので。で、このパターンをある種フィンガープリンティングと指紋であると割り切って、でこれとこれが似てるかどうかとかっていうふうな比べ方をしましょうと。で、解析するときに主成分分析を使いました。で、主成分分析をしまして、それでプロットをしますとこんな感じで、ちょっとですね字がちっちゃくて恐縮なんですけども、この辺に培養開始から4日目のサンプルの結果があります。2つありますが、同じサンプルを2回分析してますので、それでこう2つあります。4日目、7日目、それから8日目11日目、ちょっと白金台の方には申し訳ないんですけども、まあ、場所がだんだん時間とともにずれていくということだけお分かりくださればいいと思います。13、17、18、20、22、25、29とかそんな感じであります。30、30、39、42か、43、45ずっといきまして、だんだんこう左下の方に、右下から上の方に行って左下の方に行くと、まあ、約2ヶ月の間にこんな風にこう変わっていきました。で、まあ、微生物 の、 組成が変わったということと、おそらくこの変化は関係してるだろう、と、思っています。まあ、本当に関係してるかどうかは分かんないけども、まあ、この手の簡単なプロファイルを取るということによって群集構造が変化したっていうのはどうやら検出できるんじゃない。でそうしますとですね、分割したさっきのこの、サンプルを分割すると。で、例えば20個の分割のうち、じゃあ何番目と何番目の分割に、生理活性のある成分がありそうだというのを、非常に簡単に見当をつけることができて、じゃあその成分をさらにまたもう一度別な方法で分離生成をしていきましょうとか、あるいはどの種類の微生物が関わったか、じゃあ今度高速地域エンシングにかけて調べましょうとかいったようなことに使うことができる。まあ、だからある種スクリーニングですね。で、まあ、ここでもやっぱりこう情報をたくさん得るというかですね、情報をいかに料理するかというところで少し工夫をしているということでもあります。で、まあ、最後まとめになりますが、いろいろな高速化技術をざっと、お話しさせていただいて、で、まあ、デジカメとかビデオに例えればですね、まあ、デジカメですと画素数が増加したっていう感じなのかもしれませんし、まあ、むしろ使い方としてはですね、1点しか見れなかった、サンプルの処理が大変でせいぜい1点しか見ることができなかった、1点しか詳しく調べることができなかったっていうところから、動画のように形式的に変化をしっかり見ることができるようになっていくんじゃないか、そのあたりが
きっと新しい展開でになっていくんじゃないのかな。でその動画にするのにあたっていろんなところであのスピードあの情報処理のスピードもそうかもしれないけども、データのデータサンプルの扱いのスピードですね、あの PCR の、 あの鋳型を作るための DNA を抽出するためのスピードなんかもあの早くするに値すると思ってであんなこと やりましたし、あるいはもしかするとその下水処理場となんとかうまく組んでですねサンプルを集めてくるっていうところも、まあ、それもそういうところまで合わせて考えないと本当の高速化にはなんないのかもしれないですよね。まあ、で、まあ、動画っぽいような感じでこう刑事的に変化を次々に追うことができるような時代になっていくのかなと。で群衆構造の変化を正確に見ることができるようになる。でそうすると初めてですねその微生物群衆の中で一体何が起きているのか、どんな相互作用が あると想像されるのかとか、いろんなことが分かってくるんじゃないのかなと、いうように、まあ、期待して、ちょっとこの辺最後のあたりはだいぶ論理の飛躍があるような気はしますが、まあ、こんな感じでだんだん今まで分からなかったことが分かっていく。で下水処理場というですね人間が作り出した不思議な生態系の世界もよく分かってですね、でうまくすると、そこの知見が今度は水処理のために役立てられると、いうふうにもなっていくんじゃないのかなと思っております。もう下水処理場の世界っていうのは活性オーデーっていう名前が微生物のことはもうみんなまとめて活性オーデーっていうふうに言ってるんですけども、その名前からしてですねもうまともに生き物として扱ってないですよね。何がいるんだかわからない、そんなのは泥だ、 泥みたいなもんだと。でようやくその中身が分かりつつあると。でもまあこれだけ実は高速シーケンシングで分かってですねこんな風にこうできても、実はよくよく見ると名前がバクテリアぐらいまでしか分かんないなんていうのもいっぱいいます。まあ、だからこんだけ分かってきてもやっぱり泥は泥っぽいというかですねよく分からんところはいっぱいあるんですけども、まあそれでもこういう見方ができるようになると、どの下水処理場とどの下水処理場とよく似てるとかですね、そんなふうな議論がきっとしやすくなってくるだろうと。でそれからまあメジャーなやつも分かりますし、あとマイナーなやつもですねまあ、いくつリードを読むかっていうのにもよるんでしょうけども、分かってくる。で意外とマイナーなやつが群衆構造のこう変化に影響を与えてるっていうのもあるのかもしれない。まあ、そのあたりはねもっとやっていかないとわからないと思います。あと、バクテリオファージの話がどっかで消えちゃいましたが、そうなんですよね、バクテリオファージはこっちの遺伝子だけを見ててもよくわからないので、うまくなんか別な方法で、まあ、あっちはあっちで見ていかないと、かなり影響を与えてるような結果というかですね知見が出てきてますので、うまく、こっちはこっちで一生懸命やりつつ、もう少しそのバクテリオファージの方に関して泥臭く情報を調べていくと面白いのかなと思ったりしてますね。あと、こういうところでですねその急にそのバクテリオファージがあるバクテリオファージが増えたなんていう時に、こういうところでその微生物が急にいなくなりましたなんていうのが見れるとすごくいいんでしょうけどね、合わせて見れると、まあ、なかなかそれはそういうチャンスは難しいかもしれないですけどね。そのスペイン風邪っていうのが第一次大戦の終わりぐらいにあったんだそうでして、1919年から20年ぐらいにあった。で大戦のただ中に始まったんですね。でその時もものすごい社会はパニックになったらしいんですが、でもまあそれでも死んだ人の数っていうのは5000万、当時20億ぐらい人口いたかと思うんですけど、だからそれぐらい5000万死んだっていうと
大変な数だっていうふうに見えるかもしれないけども、でも20億いるうちの5000万だったらパーセントとしては大したことはないんですよね。だからウイルスの類の影響をきちんと評価していくっていうのはなかなか難しいところ。まあまあいずれにしましても新しいツールができて、とても今までは全く見えなかったようなものが、あるいは見ようと思ってもなかなか見れなかったものが初めてこう見れるようになって、まあ、私自身は非常にワクワクしているというところです。